ダマスコの聖ヨアンは、キリスト教の聖人であり、ギリシャ教父の一人。ダマスコのヨハネ・ダマスコスのヨアンネスなどとも転写される。また、ヨハネス・ダマスケヌスと表記されることもある。現代ギリシャ語からは、ダマスコスのヨアンニスとも転写される。製造破壊運動に反対する論人を張ったこと、ギリシャ語での神学的著作、聖歌作曲などで知られる。 アラブ人キリスト教徒の家庭に生まれ、母語はアラビア語。本記辞名は、聖教会にとって、極めて重要な聖人であることに鑑み、日本聖教会での表記に則っ,っている。聖教会歴には、ダマスコの、かつにもの聖神父ヨア案と記載されている。聖教会、カトリック教会、ルーテル教会で数形されている。記憶日は12月4日、 カトリック教会では、教会博士の一人であり、1890年から1969年までは3月27日に記念していたが、1969年以降は12月4日に記念日が変更された。ダマスコの西洋安政教会における、聖殿の伝える内容に則り、その概略を述べる。聖殿の伝えるセリフ等の詳細は、参考文献。 外部リンクを参照されたい。聖伝の理解においては、教会における教えにおいても世俗における、宗教学においても、その細かいセリフの数々が示唆する、象徴的表現などについての理解が必須なのでは、あるが、スペースの問題上やむなく割愛して概略にとどめた。以下の内容と文体は、歴史的事実としての記述ではなく、 あくまで正教会の伝える、聖伝の概略を示したものであることに注意されたい。シリアのダマスコに、イオアンが生きていた当時、ダマスコはイスラーム勢力によって占領され、キリスト教徒は迫害を受けた。しかしながら、イオアンの父、セルギーは、キリスト教徒でありながら、ムスリムの支配者に召し抱かかえられて住職に着いた。セルギーはヨアンに、 キリスト教徒としての教育を熱心に行っていたが、同時に良い教師を探し、神に良い教師が与えられるよう願った。神はこの願いを聞き入れ、学問と人徳に優れた一人のイタリア人の修道士をセルギーに巡り合わせた。この修道士はムスリムに処刑されかかっているところを、セルギーに助けられ、セルギー家の家庭教師となった。 修道士はよくセルギーの期待に応えヨアンの教育に熱心にあたり、ヨアンもまたこれに応えて学問に引い出たものとなった。修道士はヨアンの成長後満足してセルギー家を去り、マルサバ修道院で営民したと伝えられている。イコン、身元での生信女このような時に父、セルギーが突如営民した。 イスラームの支配者は中心を失ったことを残念に思い、その息子、イオアンを抜擢して、ダマスコの知事に任命した。ちょうどその頃、東ローマ帝国では、イコノクラスムが行われていた。イオアンはこれに対して、イコニ用語の論人を張り、信徒たちに手紙を送り続けた。これに対して、東ローマ帝国皇帝レオン三世は起こり、策を講じて、 イオアンの抹殺を図った。これは、イオアンが、東ローマ帝国皇帝と内通して皇帝に、ダマスコを乗っ取ることを進める内容の手紙を偽造し、イスラーム側の支配者に、その偽造した手紙が渡るように仕向けたものである。イスラーム支配者は、この偽造された手紙をそのままに受け取り、イオアンの無実の主張にも耳を貸さずに、地図色を解き、イオアンの右手を切り落とした。 しかし、イオアンが、生仮民女マリアに祈って、手の回復を願ったところ、右手が生えてきて回復する奇跡が起きたとされる。この奇跡に、イオアンが感謝して描いたのが、身元での生信女の遺婚であり、これは、生信女の遺婚に三本目の手が書き加えられたもので、ある。その奇跡を知った、イスラーム支配者は、イオアンの無実を悟り、 東ローマ帝国皇帝の作望に乗ったことを後悔して、イオアンの復職を求めたが、イオアンは世俗の名誉から退き、貧困の中で神に奉仕しようと決意していた。イスラーム支配者もこの意を組み、復職しないことを許した。ダマスコの聖イオアンのイコン。アラビア語が書かれた紙を持つ姿で描かれている。ダマスコの聖イオアンのイコンその後イオアンは財産を、 処分して、貧しい人々に分け与え、親友コスマと共に、エルサレムに赴むいて、シュイーススの墓に巡礼し、マルサバ修道院に行った。しかしどの修道士も、イオアンの名声を知っていたので、弟子に迎えようとはしなかった。しかし一人の老修道士だけはイオアンを弟子として、迎えた。老修道士は、貧困法制で知られた人物であり、 特に謙遜を第一と心得ていた。そこで名声と栄誉を得ているイオアンに謙遜を身に、つけさせるために、死に対する従順を求め、文学、文章を書くことを禁じた。様々な労働や貧困には、心苦しいと感じなかった、イオアンであったが、イオアンは、名高い文学者であり、博学でもあったため、学芸と知恵を用いることを許されないという一点だけは、辛く感じた。 ある時、修道院で一人の修道士が永民した。その弟は、兄の死を非常に悲しんでいた。弟はヨアンに一つの死を作って慰めて、くれるようにヨアンに求めたが、イヨアンは、老子から命じられていることを守り固く断った。しかしながら、弟は、非常に熱く一片の死を願った。イヨアンは動揺し、ついに一つの死を作り与えて、弟を慰めた。 弟は、非常に喜んでヨアンに感謝して立ち去った。この詩は今日、聖教会の埋葬式で歌われている。イヨアンがその詩を自室で口ずさんでいると、隣室の老子がすぐにやってきて咎めた。イヨアンは詩を作った理由を告げたが、老子は許さず、修道院からヨアンを追放した。修道士たちは、アダムの楽園追放を思いもんの前で泣くヨアンに、 同情して、イオアンへの許しを凍うたが、老子の怒りは解けなかった。何日か過ぎて、ようやく老子の心も和らぎ、イオアンを修道院に入れ、代わりに罰として、重労働を命じた。イオアンが喜んで、重労働に従事するのを見て、老子は初めて喜び、イオアンに接吻した。こうしてイオアンは、老子と共に、再び修道院に戻った。 イオアンの喜びは大変大きく、アダムの楽園に帰れば、同じように喜ぶであろうと思い、さらに老子に従った。しばらくしたある夜、老子の夢に、ナ生仮民女マリアが現れ、イオアンの知識を泉に例えて、これをせき止めてはならないと教えた。老子は、夢から覚めて、大いに驚き、すぐに、イオアンを呼び、イオアンに著作と試作を許し、これまでの罪を浴びて、 許しを乞うた。この時から聖余庵は猛烈に執筆活動に当たった。新学書、論文を書き、成果を作曲した。また、一根論争の再燃に当たっては反駁書を表し、マニ教徒やイスラーム教徒と,とも論争したが、やがて、マルサバ修道院に引退して、後永民した。聖余庵の幼少の頃からの親友コスマは、余庵と共に、 修道士となった後、主教となった。コスマも、論文や成果を残している。政党を辞任する教会において、遺コを擁護し、教会の伝統を守ったとされる。多くの神学的著作が表されており、知識の泉は、傑作とされる。また、聖教会においては、八丁と呼ばれる聖歌の編纂作曲を行ったことで知られている。特に八丁は、 聖教会の成果の根幹をなすシステムであり、教会に果たした役割は大きい。記憶日は、聖教会、カトリック教会ともに12月4日である。ダマスコのヨアンを記憶する聖堂も多数存在する。日本聖教会においても、ハンダハリストス聖教会の聖堂が、ダマスコの聖ヨアンを記憶する、聖ヨアンダマスキン聖堂である。 ダマスコの世案が作成したと伝えられる多くの祈祷文があり、日本語訳されたものも多数存在する。以下に引用するのは、両性前に読まれる祈祷文である。第十一祝文ダマスクの聖世案の原文、我が難事が、同門の前に立つも、未だ悪念を経たず。しかれども、ハリストス人、ゼイ理を義とし、花ンの負を憐れみ、盗賊のために、 天国の門を開きし者や、我がために、何時が、人事の懐を開き、割れ来たりて何時に触るる者を入れたまえ。陰譜と結論の符を入れしがごとし。一は、何時の裾に触れて、直ちに言えゆるを得。一は、何時がいたり、清の足を取りて、罪の許しを得たり。我が不当の者、あえて何時の全体を、両けて願わくはやかるるを免かれん。 すなわち、我を彼らのごとく、入れ、我が霊の情を照らして、我が在家を焼きたまえ種なく何時を生みし者と天群の祈祷によりてなり。けだし何時は、生成にあがめ褒めらる。アミン、両精あず備え規定ダマスコの聖余案に題材を、取った、音楽作品として、セルゲイ・タネーエフによる、混成四部合唱と、大オーケストラのための、ダマスコの聖余案。 バシリー・カリンニュコフによるオーケストラと合唱とソリストのためのカンタータ、ダマスコの聖ヨアンなどがある。ダマスコのヨアンネスの生涯については極めてわずかのことしか知られていない。エルサレムの宗主教、ヨアンネスの作とされる伝記が存在するが伝説的な要素が多い。650年頃、ダマスコで裕福なアラブ人キリスト教徒の家庭に生まれる。祖父。 サルグーンも父マンスールもビザンティン皇帝の管理、636年、以降はカリフの管理を務めた。ヨアンネスも父の協力者としてカリフに仕えたが、700年頃、第5代カリフ、アブドアルマリクのハンキリスト教政策が原因で引退し、エルサレムに近いマルサバ修道院に入る。エルサレム総主教ヨアンネスによって司祭に除外された。修道院で教え、 エルサレムの聖堂で説教し、著述を行った。100歳ぐらいの老齢となった750年頃死去した。伝記に記される、イタリアから連行された捕虜の一人であった、修道士コスマスを、父親が、カリフから譲り受け養子とした上で、ヨアンネスの家庭教師としたという話、及びカリフから権威を受け、右腕を切り落とされたが、 神の母の聖画像の前で徹夜で祈っていると聖母が現れ、その右腕を元通りに回復させたという話はいずれも伝説である。生前から実績に対する評価は高かった。787年の第二二回夜行会議で尊者と宣言され、ラテン教会でも高く評価され1890年に教会博士と宣言されている。ありがとうございます。